皆さんお疲れ様です。ちょっと今回ね、仕事でも使おうかと思ってるんですけど、情報保護シールね、封筒をよく使うんで、で自分もハガキをねちょっといろいろ出したりもするかことがあるから、これねこのくらいか、10センチぐらいやなと、5.5 ぐらいかな、このくらいあればね重要なとこは消せるので、で大体10円ぐらいやなコストね。でもっと買えば安くはなるんでしょうけど、ちょっと100枚ね試しに、封筒に貼ってもらったらどうかなと思ってね、ちょっと準備してみたんだけど、まあ今回ね、なんか便利そうなんで、どうなんだろうね、こんな感じ。ああ柔らかいね。まあこれを剥がす郵便局もさんもおらんやろ。まあわかんないけどね、チラッと見るぐらいはできそうな感じやね。でもないよりはあった方がいいかなとは思うんだけどね、まあ、今回ね準備してみたんで、ちょっとまたねどうかなと思うんですけど、ありがとうございました。